ンクエストビルダーズ建築対決リムルダール編。今回は V8 の建築動画第4弾じゃ。今日は僕の建築動画。リーコは前回で終わったみたいだから、僕も早く完成させないとね。V8 はやけに時間かかってるね。リーコが早うに終わらせただけじゃけどね。ちゃんと頑張ったもん。冒頭からあれ模様だ。今できてるのは1階部分で、2階部分の途中で終わってるね。今回のお題は世界樹。僕はブナを使って螺旋状に登っていく世界樹を作ってます。ちょうどここで途切れとるわけじゃな。この何もない部屋に跳躍研究所を作るんだったね。その通り。じゃあ、早速作っていこう。跳躍研究所の床には床石を使うことにしたよ。それっぽいからね。これ以上ないくらい安易な理由じゃな。世の中なんてそんなもの。しかし、えらく狭くなってしまうたな。それっぽくていいんじゃない？老研究者って狭い中でメガネ光らせながら、見やすいて研究してそうじゃん。偏見もここまでいきゃあ大したもんじゃわ。前回の動画から言動はさん、完全にマッドサイエンティストにされちゃってる。でも確かにちょっと狭すぎるから、もうちょい広くしようか。リーコのイメージが崩れない程度に。そこ、こだわる必要あるんか？床石設置完了。次は壁だけど、今回は大木の木器ってことでブナの原木で。なんとなく大樹の中にある研究所の雰囲気も出てるよね。ガムがなきゃ研究所には見えんじゃろ。はいはい、今設置しますよ。から徐々にそれっぽく仕上げていきます。それっぽくじゃあもうてそれそのものを作ってくれや。確かにそれっぽいじゃあ機能しない可能性があるか。画用転生を書いた状態ってことね。難しいこと言うからリーコが混乱するぞ。私のレベルに合った会話を心がけるように。はい、これで跳躍研究所は完成。マットな雰囲気出てるね。そうか、次は2階の先の部分を作っていかないと。完全に崖になっとるてーな。住人もびっくりのひどい罠だよね。じゃあ増設工事していきますか。しっかり崖じゃのう。ベッドホテルの廊下が途中で崖だなんて恐ろしすぎる。そこまで言わなくてもよくない？1階の部屋の高さとの兼ね合いがあるから、ここは段差を上げていこうかな。その後は他と同じようにブナの原木に白い岩を乗せて施工。ブナの原木が1階の天井で白い岩が2階の下地だね。2階に下地がいるのかは知らないけど。ビルダーが間違って床を攻撃しちゃいけんけーな。建築中に間違って床のブロック壊して、下まで落ちて致命傷を負ったビルダーは数知れないことでしょう。私のこと言ってんですか？ビルダーなら誰しもが通る道だよ。さて、この先のことなんだけど。ちょい待て。あの女兵士、何平然と崖落ちるの繰り返しとんじゃ？なんか住民って挙動がおかしい時あるよね。まあいいや。で、さっきの話なんだけど、今作ってる部屋から先のためのブナの原木が、とうとう切れちゃいまして。ここから先はブナの原木を、自給自足していかないといけなくなりました。大変だねー、ブナ派は。派閥じゃったんか。私たちヤシ派はそこら中に生えてるから、そんなこと気にしなかったよ。念のためヤシは育ててたけど。僕も育ててたんだけど、消費に供給が追いつかなくなっちゃったわけですね。とりあえずここに新しい部屋は作るけど、その後はブナ捜索の旅に行かないと。いっそのこと生えてるブナ全部いただいちゃえば。どんどん自然破壊までデータしおった。でも僕らのやってることってそういうことじゃん。開き直った。というわけでヤシ派のリーコの案に賛成。部屋作り終わったら森林伐採だ。ところでこの部屋は何にするの？全く考えてない。闇雲に立てとったんか。そういうわけじゃなくて、ここから先建築するのに1階から登ってくるの大変だから、ここに建材や作業台を仮置きしとこうかなって。ここから上が出来上がったら部屋を本格的に作る予定。というわけで仮作業部屋完成。残ってるブナだけ全部使ってブナの木狩りに行こうかな。ブナ派がブナの木狩りに行くんか。言葉だけ見たらなんか納得いかん。大丈夫だよ、その後ちゃんと植えるんだから。この辺り一帯のブナの木を犠牲にね。こいつら本当に世界救う気あるんか。ブナの木探しに行ったんじゃなかったんか。持ってるブナの苗を全部植えようと思うんだけど、だったらついでに手つかずの地下に庭園作ろうと思って。やっと地下を整備する気になったんじゃな。
ここならブナの原発は使わないからね。この日陰になってる空間は今暖房するか決めてないけど、とりあえず出入りできるように作って。庭園だからフェンスが無難でしょ。冒険してみないのかい？悪魔のささやきじゃ。冒険はしない、フェンスで決まり。それでは伐採したいと思います。えらい軽い森じゃの。植えるんだからいいの。はい、綺麗さっぱり。じゃあ植え直すついでに庭園作りだ。何の庭園にするつもりなの？ここはこのままだと広いから、まずは二つに分けて、一つは森の庭園、もう一つはジャングル庭園にしようかな。とりあえずジャングル庭園から。ジャングル庭園に必要なものはそこまで場所を取るものがないから、このくらいの広さでいいでしょ。とりあえず作っとこうかくらいの広さじゃの。いらんこと言わんでよろしい。まずはラクレシア、続いてジャングル層、マヒバナが5つ。邪魔にならないところに植えないとね。マキシテ大変いいことになるぞ。あとはワタゲ層が同じく5つ。ちょっと狭すぎたんじゃないんか？大丈夫じゃないの。なんとなく作ってみただけだから。そこ認めてええんか？これでひとまず出来上がり。この狭さと奥ゆかしさがワビサビを語ってるよ。さて、胸の左に出発する前に、ここまでの出来を遠くから見てみようかな。正面はこんな感じ。今のところ世界時間ないね。ところどころに V8 専用進入口があるんが気になるくらいか。通過費を吹く石像を足場にして登っとったんか。ちょうどいいとこあったもんだからさ。自分が置いたんじゃろうが。そして遠くから見た状態、これ、ほんまに世界中になるんか。どうやらこの戦いは私の勝ちのようだね。自分でも思った以上に世界中じゃなかった。ここからの巻き返しに期待。そのためにも植樹と伐採だね。確認やけど、ほんまにビルダーなんよね。これもきっとビルドのうち。ちなみにカッタギの扉を回ってブナの苗は獲得済みだよ。他の犠牲の元になり立っとんじゃな。そして新しい部屋の増築中。とりあえず部屋だけ作って、中身は思いついてからにしよう。ネタ切れなんか？失礼な、ビルダーにネタ切れなんかあるわけないじゃん。ネタ切れなんか。隣の部屋も一気に増築。なんかアパートの空き部屋みたいじゃ。新規入居者募集中。周りは見渡す限りの毒沼。拠点でしか育たない食材だし。今ならマッドサイエンティストの研究体験も。運が良ければ研究対象にしてもらえるかも。誰が来るんじゃこんなとこ。部屋はできたから3階への階段と廊下作り。食事もバッチリ。自分とこで木もこしらえるなんて、貴重な建築家じゃ。ビルダーね。なんかすまんかったの。その後も V8 は拠点の増築に精を出す。3階への廊下と階段作り。木が成長すれば伐採して資材の調達。伐採しては上、伐採しては上。そりゃもう木を植えた男のごとく。知らんけど。作業中にひらめいたんだけど、さっきの部屋は宝物庫にするよ。そういや大倉庫は今まで外に野ざらしじゃったな。危うく忘れるとこだったけどね。ほんまにビルダーなんか？思い出しただけマシだよ。なんか心にずしんと思っていく。でも、宝物庫あると拠点って感じするね。宝物って呼べるものはないけどね。あるよ。なんなん？そりゃ僕のビルダーのきちっと心意気でしょう。聞いて損したわ。あと僕を慕う仲間たち？申し訳程度に添えんなや。僕、いいこと言ってない。早点をかけこの儀式かじゅう男。なんか、きつない。とか言ってる間にほぼ完成。これで今回のお仕事は終わり。次は何じゃ？そりゃもちろん。ブナの植樹と伐採だよ。そりゃもう大変だったさ。植えては切り、植えては切り。愛情持って育てたのに自分で切らないといけないこの悲しさ。それでも期待に応えようと成長する可愛いブナの木たち。涙なしには語れない V8 とブナの裏物語。まあ、嘘だけど。というわけで3回突入。結局植樹か。まあまあそう言わずに。そろそろ終盤突入だから、ここから先は経過だけで完成したところは載せずに進めるよ。完成は次の動画で。ちなみに今の外観はこんな感じね。ここまで来ても世界中はたっとらんの。恐るべし豆腐建築。散々な言われようだけど先に進みます。V8、ノックアウト。いいもん、僕には愛しいブナの木たちが。AK 早進め。進んだよ。経過の方も十分飛ばしとるじゃろうが。ここは拠点の正面だわ。ここには聖なる草を植えようと思うんだ。聖なる草なら見栄えも良さそうだね。
続いて宝物庫の隣。ここは隣が宝物庫ってこともあって、博物ルームにしようかなって。この世界で手に入った宝を飾っていくよ。その隣にはバスルーム。こんなとこに作るんすか。どうせお客さんなんて魔王軍しか来ないわけだし、別にいいんじゃない。高いとこにないと喧騒が気になるじゃん。確かに魔王軍見ながらは湯船には浸かれないね。隣にゼイナル草も植えてあるから、花を湯船に散らしてリッチにもできるよ。そんなに喜ぶ住民おったか。僕がやるからいいよ。お前にそんな趣味なかろうが。ゼイナル草も植える男。どこ行ってんの。バスタブが足りなかった。バスタブはめったに手に入らんけーな。住人さんたち全然作ってくれないから僕の手です。まさかハブレメタル以外のスライムを追うのは気が来るとは。こいつらじゃあ経験値の足しにもならんぞ。そもそも勇者ご一行様じゃないから経験値もらえないんじゃない。確かに。だいぶいい感じに進んだかな。結局この動画内では終わらんかったか。次の動画で完成させてみせるよ。現在の出来はこんな感じ。チッターマシになったか。あの天井にある木は伐採予定だけど、最終的には一面にブナを植える予定です。それが世界中の枝のようになればいいかな。というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。